い、僕も一昨年ぐらいにお酒とグッドバイしまして、あ、そうだそうだ、で、そうですね、酒とグッドバイしたなと思ったらこの映画がちょうどロケで入りまして、で主役の方がちょっと酒に付き合いということで僕は天ぷら屋さんに呼ばれてですね行ったんですよ。そうすると僕は酒やめたっていうのに、こんな美味しいものを前にしてお酒飲まないんですか、ひどい、これ飲まないといかんでしょうっていうね、悪魔のような主役俳優がいたんですよ。ひどいよ、アルコールハラスメントっていうんですか、アルハラ、ええ、それでもひどい目に遭いましてね、そっから3時間ですよ、ずっとね、話がループしていくんですね、どん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 、それでそんなに面白くもないのにだん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 笑い声が大きくなってくるんですよ。足利の街だったんですけど、街中轟くぐらいに主役の声が響いて、もう大変な目に遭いました。でもね、いい酔っ払いの勉強をしたということで、いいグッドができたなってことです。それは地獄ですね、松重さんにとってはね、はい、地獄でしたね。地獄、うわ、覚えていらっしゃいます？いやいや、もちろん覚えてます、うん、しかも僕さっきですよ、ここに来る廊下でも酒やめてるんですか、まだ足利で飲みました、悪いな、ずっと楽しかったなーつって隣の楽しかったねって言ってたんだけど、まさかそんな思いしてるとは。人が悪い。いや、君は楽しそうだった、本当3時間本当にめっちゃ楽しい夜でしたよ。でもそんなに面白い話じゃなかったと今おっしゃってました、ずっとループして、爆笑トークだったけどなでも細かく覚えてないでしょ、それが酔っ払いなんですねなるほど、何が面白かったかは思い出せないですけどねでも本当にこの登壇されてる女優の皆さんすごく声がセクシーというか、すごくなんかなんですかね、もう素敵だったんです、素敵なんですよね。で僕は中でも橋本さんとのシーンがあって、そこでグッドバイというセリフを放つんですけど、橋本さんがあれはもうやられました、もう膝が笑いました、あのシーン、膝が笑う、笑う、はい、もうガクガクでした、すごくそんな印象でも好きな女優さん言ってくださいって言うんじゃないんですよキャラクターですよ、あんまキャラクターで、ね、演じたキャラクターで どの女性が好きですかって話で、今、うん、橋本さんの声に膝が笑ったって話ですよねあ、そうか、こくっちゃった、すいません、そんなところでこくられても、ね、そうですよね、失礼しました、キャラクターですよ、キャラクターか、挿絵画家の方なのか、うん、そういうことで言ってるんですよ、あ、キャラクターか、でもちょっと今こくるのに全力を使ってしまった、いや、どこに使っちゃったんだよ、いっけね、すいません、聞きたい、成島組というのは本当に本読みとかね、リハーサルというのをきっちりやるんですよ。でこうやって舞台に登壇されてると、やっぱりもう本当に皆さんもう美しい、もうね、本当に外に出る時のもうお姿なんですけども、そのね、私服とギリギリの中途半端な感じのところで稽古場にいらっしゃるんで、それがすごくチャーミングなんですよ僕としてはね、うん、そう、なんかこうまだ全部商品になってない感じの前の前段階の、うん、もう木村さんがまたそこでね、またゾクッとするような色気を出す、変態かあなたは顔もいろいろ訳あって、木村さんとはちょっと訳あるんで、まあ、見てのお楽しみなんですけども、まあ、そういうところを含めてちょっと僕はもうそこにゾクッと来たというね、橋本さんとは違うところで僕は木村さん派ということを一応いや、あなたも結局女優にコクってるけどいやいや、いや映画の中ですよ、だから映画の中のやっぱキャラクターで聞きたかったな、なんで女優に告ってんだよ、だ、ね、まあでもそういうなんかこう感じになりますよね、やっぱこのグッドバイという映画、ね、よくも女優さんに告りますねすいません